ハーレーダビッドソン東久留米です。今回のカスタムはこれやばいですよね、うん、ブレイクアウトでつけることもないですけど、こう音もめちゃくちゃいいしうるさすぎないし、これ多分ね今年俺はちょっと個人的にはツインワンのこれちょっと押していきたいですけど、はい、皆さんこんにちは、ハーレーダビッドソン東久留米の伊藤誠です。今日はですね、まあ、シギさんと今ね一緒にね見てるんですけど、あの私がねチューニングやって、でその後いろいろカスタムをしてもらったので、今日はねそれをね一応紹介したいと思います。で今回紹介するのはねこちらですね。前回も紹介したんですけど2022年の、FXBRS ブレイクアウト、こちらですね、こちらのね、まあ、カスタムを、ね、いろいろシギさんの方に解説していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、今回のこのカスタムが200万超えっていうことでかなりのね高額なカスタムをしてるんですけれども、まずねパッと見て、まあ、ハンドル変わってるのと、あとこれ変わってますよね、これね、これ変わってるんですけども、これはどこだったら、キラーカスタムさんの、フェアリングになります。で元々のやつは塗装されてないんですけど、塗装にしっかりと出してこんな感じでツヤツヤになってますね。ただこれそのままでつく一応仕様ではあるんですけど、これ見てもらうと分かるようにフロントのフォークカバー、これカルトバークさんの、6パックセットで全部ついてるんですけど、これつけることによってフォーク太くなりますよね、はい、でこれフォーク太くなっちゃうとそのままでボンってつけちゃうとここ当たってつかないんですよね、ここが。あー、なるほどね、なんでちょっと加工してあんまり前に出すぎないようにちょっと工夫をして取り付けをしたっていう感じですね。なるほどね、ただ単にこれつけただけではなくて一応そういうあの加工をして処理をしてから、まあ、取り付けてるってことですね。普通じゃつかないよってことですね。普通のカバーがあればってことですね。まあ、かっこいいですね、なんかねすごくね、パッと見やっぱりね目につきますよね、これハンドルですね。やっぱりちょっと少し短い、かなり短いんですかこれは。幅も短くなってプルバックも結構多くて、まあファットバーと言われる木島さんの、木島さんのファットバー、ハンドルですね。ね、もうちょっと長いですよね通常だとね、まあ、通常だと長いので結構まあ取り回すときにこういう感じで曲がるときとか、はいはい、やっぱり結構大振りになっちゃうんで、そういう意味ではちょっとコントローラブルになってるっていうのと、あとまあ全体的にブラックでやっぱり統一してってるんで、まあ、この辺のもうウインカーエクステンションとかこういうのもうね絶対つけるものだし、あと本来であればここはやっぱ黒じゃないんですよね。これも純正パーツで下に下げてるんですけども、で下げつつもここに1個ライザースタッカー入れてちょうどいい高さに調整をしてるんですね。なるほどね。あ、ただにこれもつけただけではなくって、ここに1個このお団子みたいなねこのスタッカーっていうんですけど、これを1個入れてるんですね。ちょっと黒なのでちょっと分かりづらいんですけども、あ、これないとやっぱり前に行き過ぎちゃうんですよねこれね。そうですね、まあここら辺のカスタムっていうのは結局人の体型によってやっぱ違ってくるんで、まあ乗りやすい位置で、まあ、これを1個挟む2個挟むっていうのに微調整できていくっていうのがやっぱり利点ですかね。1回下げといて、長いのをやっぱ短くするっていうのは難しいので、でもちょっとハンドル周りせっかくなんで先ちょっと紹介しちゃうんですけど、はい、これいつも使ってるジキルのスイッチなんですけど、はあはあ、今回ちょっとこれ珍しいタイプで、ここのクランプ、丸ごとあの全部もう一体ものになってるスイッチ今回使ってますんで、はい、スイッチだけ単体で来るんじゃなくてクランプになってるやつですね。そうなんですね、だからまあいつものやつよりもより高級感一体感があるんで、なかなかこれいいんじゃないかなと思う。ただ左につけることが前提になっちゃいますけどね、押して大丈夫かなっていうぐらいちょっと弱そう、弱くはないんですけれども、ちょっとなんかねあの後からつけたっていう感じなんですけど、これだと本当一体感ありますね確かに ね、はい、で左側に今来ました、あの足回りの方ですね、もうね結構変わってるんですけれども、まずこれフットボード変わってますよね、これね変わってますね。これはスラッシンのものになるんですけども、まあ、サイズ感的にはやっぱり大きいものをこう結構これぐらいのサイズでフットボードをつける方っていうのはまあ割といらっしゃるんですけど、このサイズだと、まあ、あのこういうフットボードをフロントライダー側につけておいて、このサイズをこっちのタンデムにつけることっていうのはあるんですけども、まあ、このちょっとちっちゃいタイプ、結構つけることでやっぱりあの前後の移動だったりとかしっかりできるっていうのと、やっぱフォワードコントロールなんで実用性考えた時にやっぱり棒よりもフットボードの方がロングとかで走る時ってもう圧倒的に楽ですよね。あのね、体にかかる負担を、ね、少しでも減らすっていうので、ね、やっぱり棒に乗っかっているよりもこれ面に乗っかっている方がね、やっぱり足の疲れが軽減されるってことですよね。
なんでまあちょっと今回ですね、ちょっとまあ一緒に説明になっちゃうんですけど、はい、まあ、STM ベアリング入れたりとか、あ、はい、ゼロポイントシャフト入れたりとかって、うん、あ、はい、じゃないですか。あ、黒いの入ってますね。あのこれですね、STM ベアリング入ってるよっていうシールとかあると思うんですけど、はい、やっぱりその見た目のドバッと派手なカスタムってやっぱブレイクアウト多いと思うんですけど、こういうなんていうんですかね、やっぱ乗ることをしっかり考えて前提に、うん、あのカスタムしてる、そのパッと見見えないけど、まあ、言い方悪いですけど地味じゃないですけど、うんうん、そういうところにしっかりとこう手を加えていってるっていうのが、うん、あ、そこ重要ですね。見えないところのカスタムね、うん、私もよく中古車の紹介で見えないところでこういうのやってますよっていう、これ結構しっかりそれがねやってあるってことですよね。そうですね、うん、はい。で右側の方に来まして、まあね、足回りも今さっきやったんですけど、エンジンもやっぱりいろいろと吸排気系とか変えてますよね、こちらね。そうですね、うん、まあ定番ですけども、スパークプラグはスクリーミングと、はい、プラグの方も変えてあります、はい。でエアクリーナーですね、これアレンネスの、これ孫さんあれですね、このタイプって雨濡れても大丈夫ですよね。うん、もっとこうゲージの多いのはねよく見るんですけどね、うんうん、これ雨大丈夫でしょ、これカバーいるんですか。これねカバーね一応ね売ってますね。あ、そうですね、うん、別売で売ってるんですけど、一応アレンネスの方から言われてるのは、うん、一応大丈夫よと言ってます。一応大丈夫ですよ、うんうんうん、でもカバーは一応売ってますんでね。うん、まあ一応まあ、ね、あのもし心配な人はカバーかけてください。でそのカバーもアレンネスって書いてちょっとかっこいいんですよね。なるほど。一応あのこのメッシュの編み込みは一応雨に濡れても一応大丈夫ですよっていうのが、アレンネスさんの方の歌い文句で言ってますね、うん、はい。でもやっぱあれですよ、この右側 の、はい、あの一番のメイン、うん、まあ、チューニングでこの間真帆さん、うん、あ、チューニングやらさせていただきました、はい、まあ、言ってたと思うんですけど、うん、これですよ、これ、ね、ジジの2インワン、これやばいですよね、うん、ブレイクアウトでつけることもないですけど、こう音もめちゃくちゃいいし、うるさすぎないし、うん、これね、うん、今これヒートシールドで隠れてしまったんですけど、液体の部分の太さもねちょっと太いんですよね、少しね、うんうん、これはねかっこいい、めちゃくちゃかっこいいですねこれね、うんうん、でこれ中にこれ入ってますよね、ちゃんとね、うん、開閉式のね、うん、開閉式入ってますね、うん、これ多分ね今年これはちょっと個人的には2インワンのこれちょっと押していきたいですけどね。ああ、いいですね、うんうん、でぜひねそれをつけてチューニングの方ねやっていただければと思います、はいはいね。ということでね、あの今ね BRS の、ね、カスタム見ていたんですよね。どうですかね C さんね、これやってもらって感想としましては。やっぱりうちでブレイクアウトをしっかりとがっつりカスタムするものからライトカスタムまで結構あると思うんですけども、うん、まあ、全体的にやっぱりバランスよく仕上げていってる、見えないところにも気を使っていっているっていうところと、プラスアルファの安くて済ませられるようなカスタムパーツっていうのは安く済ませて、はい、でしっかりとあのここはもう高いものでっていうところのバランスがすごくいいので、うんうん、全体的にまとまっててあのツボを押さえてるかなと、うん、こういうヒートカーボンですね。あ、これまあ今時期はいいですけど、はい、やっぱ夏とかなってくるとすごいこれ役に立つと思いますし、うん、あとはもうね定番ですけどウインカーフロントをこういう小型化させたりとか、スリムレバーで握りやすくして、もちろんね、うん、あの VP クラッチも入ってるんで軽くなってますね。あ、でリア側は、はい、このケラーマンですね、おなじみケラーマンがついてたりだとか、ここにスリムなテールがここにもついてますね、うん、こういったやっぱねバランスよく抑えていってるんでね、あのすごくセンスがいいんじゃないかなと思いますね、うん、なるほど、うん、あのまあ、見た目がね結構ね重視されてるんですけど、しっかり足回りもね今回やってありますんでね、すごくバランスよくその辺はできてましたよね、うんうん、ということでね、今日はですね2022年のですね、まあ、カスタムをした BRS、紹介させていただきました、またね、面白いカスタムがありましたら紹介したいと思いますのでね、しげさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あなたのハーレーをとことんチューニング&カスタムをサポート。またこれからハーレーに乗りたいあなた、最新モデルの購入ならハーレーダビッドソン東久留米店で。